合になるでしょう。スタジアムはすでに大変な盛り上がりを見せています。楽しみな一戦がやってまいりました。皆さんこんにちは。今日の試合、実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて福西さん、あいにくの雨となりましたが、試合の方はカラッとした試合を期待したいですね。そうですね、暑い雲を吹き飛ばすようなゲームに期待しましょう。今日のゲストチームですが、今シーズンは守備の脆さが成績にも現れています。シーズンの終わりまでに相手に何点献上する気なんでしょうか。ここの監督は守備についてどう考えているのか、一度話を聞いてみたいです。この試合はダービーマッチです。宿敵同士が互いの意地とプライドをかけて激突します。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ試合開始、まずはガンバ大阪のキックオフです。素晴らしいスキルで抜いてきます。マークをスペースへのボール、以上。最初から試合が動きそうでしたが、得点を決められません。まだ序盤ですが、チャンスは確実に決めたいですね。ここは阿部がうまく読んだ。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。このボールはゴールキーパーが処理します。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。勝ち越し来るか。うまく狙いましたが、惜しくも枠の外。素晴らしいテクニックでしたが、もう少しでしたね。藤原弘樹、オジェソク、これは見事なパスカットです。ここは今野がうまく読んだ。藤原弘樹、もったいない形でボールを渡してしまいました。これは見事です。阿部勇樹、クロスを中央に入れた。ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたが、プレッシャーがあったかもしれませんね。武藤優希、サイドにスペースがあります。ここは中央の選手にクロス。このボールは相手にクリアされました。タッチライン際を上がれそうです。前に押し出します。これはファールでしょう。フリーキックです。アデミンソン、このシュートは外れます。これは悔しいでしょう。惜しいチャンスでした。これは枠に飛ばしたかったですね。ホームのサポーターから大ブーイングです。早く試合を再開してほしいようですね。ホームゲームで同点ですからね。ただアウェーチームが焦ることはないと思います。このパスはカットされました。マルティノス、
キーパーが止めましたが、ボールは生きています。ファン・ウィジョ、いいカットです。ボールを奪いました。浦和レッズのスローインです。中にクロスが入った。ここで攻守が入れ替わります。柏木陽介、狙ってきた。バーに当たって入りました。ゴールです。クロスバーに当たって入りました。素晴らしいコースに飛びましたね。見事なゴールです。こちらのカメラからの映像です。ファン・ウィジョ、今野康幸、うまく読んだ。インターセプト、絶妙なパス。ギリギリオフサイドでしたか。狙いは良かったですよ。少し受け手と出し手のタイミングがずれてしまいましたね。アデミウソン、今野康幸、ガンバが攻めに出ます。シュートを打った。追加点とはいきませんでした。いい反応です。ゴールラインを割りました。浦和レッズのコーナーキックとなります。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。クリアですが、ここは前半が終了し、さあ浦和レッズのリードで後半キックオフです。サイドにスペースが空いています。キーパーに近すぎたようです。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。奪った。一転してチャンスだ。中央にクロスが上がった。難しいシュートでしたが、枠を外れます。このボールは許しません。しっかりとケアされています。ボールを奪いました。決めに来た。ここはキーパーのスーパーセーブ。ボールが外に出ました。浦和レッズのコーナーキックです。ボールはエリアへ。フィニッシュが精度を欠きました。いやー、もったいない。セットプレーは生かしていきたいですね。これは見事に奪いました。藤原博樹、さあスタジアムのテンションが上がります。阿部勇樹、ちょっと強すぎたか。シュートだ。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いやー、本当によく止めましたよ。柏木陽介、いいアイディアでしたが、ボールを奪われてしまいました。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。スペースへのボール、青木拓也、
東口がセーブ。ミッドフィールドでボールを取りました。マルティノス、中にクロスが入った。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。ファン・ウィジョ、アデミューソン、どうやらサイドをつけそうです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスを上げた。中はフリーだ。弾かれた。反応は、このシュートはゴールならず。キーパーがボールを手にしました。枠に当たったんですか。そのまま入るかと思いました。もう少しずれていれば入ったでしょう。惜しいシュートでした。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。気は抜けない展開です。浦和レッズのスローイン。さあ、フレッシュな選手が入ります。阿部勇樹、サポートを使えそうです。中央で受けた。決められるか。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。絶妙なパス。ボールがこぼれました。クリアできるか。ボールがフリーになりました。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。浦和レッズの勝利。